みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。なんちゃってボサノバギターという動画を作ったついでに、もうちょっと突っ込んだボサノバギターの動画も作ってみようかなと思いまして、今回のこの動画では、イパネマの娘というボサノバ超スタンダードナンバーの弾き方をご説明させていただこうかなと思います。とりあえず動画を4本に分けようかなと思っているんですけれども、1本目のこの動画では、イパネマの娘って何ぞやと、どんな曲やと、その話をさせていただいて、2本目の動画では A セクションの弾き方、3本目の動画では B セクションの弾き方、4本目の動画ではそのまとめ方の話をさせていただこうかなと思います。一応、最初から最後までメモを取りながら見ていただければ、どういうふうに弾けばいいかという手順はすべてわかるはずです。あとは練習次第という感じですので、ぜひとも頑張って習得をしていただければと。イパネマの娘はもちろん難しいんですけれども、もう練習次第では必ずマスターできますので、ぜひ興味があれば頑張って練習をしていきましょうということです。とりあえずちょっとやってみていいですか。弾き語りスタイルになるんですけれども。ボサノバの中でイパネマの娘はすごいスタンドのナンバーなんですけれども、いかんせんボサノバ自体がすごくマニアックなので知らない方も多いと思うんですよ。ちょっとやってみますので参考にしてみてください。みたいな感じのザ・ボサノバって感じの曲、なんかすごいシャレオツですよね。もともとはアントニオ・カルロス・ジョビンさんという方が作曲した曲で、ポルトガルの曲なんで、もともとは英語ではなくてポルトガル語なんですよ。なんか全然わけよ。なんかちょっと聞き慣れない感じの。オリャカ・コイズ・マシリンダ・マシラ・ジグラサ・エア・ミニーナ・キ・ベン・ケ・パサ・ヌンドン・セ・バランス・カミオ・ドゥ・マーみたいな感じの。なんだそりゃみたいな言葉なんですけれども、もしよければポルトガル語でコピーすると、ちょっとより一層雰囲気が出るかなという感じです。今みたいな感じで、聞いた感じ、もうね、すぐボサノバだなという感じの曲なんですが、本当もうね、最初、ボサノバスタートする方は必ずこの曲からスタートすると言っても過言じゃないぐらい、本当もうスタンダード中のスタンダード中のスタンダードみたいな感じなので、覚えておいて損はないかと思います。興味がありましたら、次の動画からどういうふうに弾いていったらいいか、How to Play をしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは、興味がありましたら、次の動画へどうぞ。